ゆずオンリーファンの皆様、こんばんは。羽生結弦を称える、ゆず桜、鑑定したら、驚きの事実が判明。もう神様のおぼしめしと、中国メディア。フィギュアスケートの、羽生結弦を称える桜の鑑定結果が、中国の羽生ファンの間でも、大きな反響を呼んでいる。桜は2018年、羽生の五輪連覇を称えて、出身地、宮城県、仙台市の、七北公園に植樹された。ゆず桜の愛称で呼ばれるこの桜は、植樹された際、大島桜とされていたが、同公園の都市緑化ホールの職員が、大島桜は白色とされているのに、実際に咲く花は濃い桃色であることに疑問を持ち、公益財団法人、日本桜の会の専門家に鑑定を依頼。15日更新のスタッフブログによると、鑑定の結果、天城吉野と、寒肥桜の交配種である、陽光、陽光という品種であることが判明したという。同ブログは世界を明るく照らす太陽の陽と輝く光の光、まさに羽生選手にぴったりじゃありませんかと報告。その花言葉が精神の美しさ、優雅であることにマジかと驚き、羽生選手そのものとしか言いようがないと綴っている。今年2月の北京冬季五輪で羽生が注目の的になった中国でもこの出来事が紹介された。中国の SNS 美白、ウェイボーの羽生のファンアカウントが同日、このブログの内容を中国語に翻訳して紹介すると、ファンからは、なんてぴったりなんだ。彼はまさに私たちのサンシャイン、太陽の光だ。陽光、これ以上ふさわしい名前はないよ。なんて、ロマンチックな偶然なんだろう。これはもう神様のおぼしめし。私がずっと追いかけてたのは、本当に光だったんだ。精神の美しさ、優雅。すごい。羽生は天に選ばれたこといった声が上がった。なお、同スタッフブログでは、陽光桜を25年かけて開発した、高岡正明さんの、世界中に桜を咲かせ、平和な世の中にしたいという思いについても、詳しく紹介している。今日もすっかり遅くなってしまいました。まだ仕事がありますので、今日はこの辺で、今日のビデオにも共感していただけたら、応援をよろしくお願いいたします。皆様のご支持を、心から感謝しております。